はい、背中ちょっと動かしてみて、痛みだけ確認してください。首とかあんましないよく回らない、ドキドキって言うの、はい、OK、よし、どんなのがあるんですか、少し蹴りながら、蹴ったら、あ、もっと、はい、早く、そう、そう、そう、それで、はい、そこから帰って見とってね、蹴って蹴って、はい、湯崎すごい力かかってるでしょ、はい、はい、また向こう行って、あと2回蹴って蹴って蹴って、いつもそんなやり方しないもんね、しません、全然しないもんね、ちょっと今、あの変則のあり方してるけど、もう一回だけ言ってくれはる、はい、3往復だけしてほしい、そう、指先しっかり使って、どうなるかだけ見たら分かる、すぐ分かるから、5、6、7、8、9と、はい、左向いて、はい、首動かしてみて、どう、まあ、先へマリーはね、いや、先へマリーねえよ、うん、で背中動かしてみて、ちょっとだけ軽いです、はい、ただもうあと3往復行って、そう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 、これ滑るから変やけど、滑らなかったらそんなつるつるこんな足上がらないからね、はい、そう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 、それでそれでそれで、はい、2往復、あと1往復だけね、指に力すごいかかったでしょ、手は別に噛めへんが気にしなくていいから、はい、そう、それでいいよ、普段絶対そんなあり方してない、後ろに、はい、ぐるっと回して、すごい前良くなって、前良くなってね、だんだん違うね、はい、肩、背中、どう回りますね、肩も回ります、回りますね、背中もマシですよ、これ今6往復、そうだ、6分に10、120歩ぐらい、もう多分1分ぐらいの間、ちょっとこれ滑るからおかしいけどね、指を使って歩きなさい、いうこと、要は指使って、はい、分かる、もうちょっとあれ、ほなこれ、これいただいて、はい、お母さんどう、